こんにちは、南雲時計店です。あと10日後、10月30日金曜日より11月3日祝日の火曜日まで、東京の六本木にあります都立青山公園南地区の方です。成城期新聞社の北側というか、千代田線乃木坂駅の近くの、青山公園にてドイツ大使館が主催しますドイツフェスティバルが開催されます。こんな感じです。こちらで10月30日金曜日は午後4時から夜9時まで、その他、10月31、11月1、2は、お昼の11時から夜9時までドイツビールが飲めるし、ドイツの時計もバッチリ見れます。最後の、11月3日祝日の火曜日は夜8時までとなっております。11時から夜8時、この5日間南雲時計店もドイツの時計たくさん持っていきます。しかも、自動巻きとか手巻きの機械の点検ができるタイムグラファーを持ち込みますので、無料点検やっております。機械式時計好きな方、無料点検を10月30、31、11月1、2、3の5日間、青山公園南地区にてドイツフェスティバルで南雲時計屋が無料点検やっておりますので、ぜひ遊びに来てみてください。僕とビールを飲みましょう。お待ちしております。